えー、早速始めさせていただきます、えー、聞き慣れない内視鏡外科という言葉でしょうけれどもおこれ体に優しいがんの手術、ね、優しいも優しくないも一体何なんだこの台はと思われたかもしれませんが少しずつその優しい理由をこれからあお話しさせていただきます、えー。先ほど来お話がありましたように の死亡率は年々増加しておすますこれからがん細胞というものは何かというのをこれあの石川先生佐藤先生お話になると思いますが手術に向かいまして我々ががんをどうやって で手術で治そうとしているかというそのがんの非常に本質的なところを簡単にご紹介させていただきますで私が専門にしております大腸がんというのは検診率は低いと言われておりますがあー実にですね大腸がんは40歳以上の女性の死因の第1位になっております年々増えております肺がんとともに大腸がんは年々増えているというのが現状でございますがこのように右側に 肩上がりにがんの正体とは何でしょうか我々メスを持ってがんを治そうとしている者にとってこの非常に重要なのはがんの正体すなわちそれは転移をするというこれは非常に珍しいあの生物学的には細胞が他の臓器に転移をして 移ってそこでその正常の組織を壊してしまうというそして命まで取るということは非常に珍しいことでありますでその転移の実態でございますが3つ大きな転移の仕方があるんですねで一つはがんができます例えば乳がんおっぱいにがんができれば乳がん大腸にがんができれば大腸がんですねそのがんが血管の中に入ってそして流れて でえー、自分のの好みの臓器があるんですね例えば大腸ですと肝臓ですとか、えー、乳がんですと骨が好きだったりするんですねそういう,う別の臓器に行ってそこでその生命維持装置である肝臓等を破壊して命を取るとそれからこれが血液の中を行くから血行性転移。 ですね、それからリンパ管というのは体中に血管のように張り巡らされている、まあ、管でございましてそのリンパ液の中にがん細胞が入り込むんですねそして節目節目それをリンパ節というんですけれどもそこに至ってがん、えー、が増殖して次の節目節にリンパ節に移動していくで、えー、順番に行って全身に回ってしまうというリンパ構成転移というの。 でもう一つ怖いのががんが例えば胃がんでは非常に問題になるんですけども胃にがんができてがんが胃の壁を壊してそして外にこぼれ落ちてそしてお腹を覆っている腹膜というところに落ちてそこで育って最後はおなか中ががんになってしまってお水がたままって。 でえー、亡くなってしまう患者さん亡くなってしまうこれが腹膜種をまくということで腹膜箸と言いますそれでは外科の手術は何を目的にやるのかと言いますと我々外科医がですねがん、えー、に立ち向かうべきは一つはなぜ手術が必要かということを考えるわけですね。で、えー がんの中には2種類ありまして、1つは固形腫瘍、今お話した胃がんですとか、大腸がんですとか、要するに塊のとなる腫瘍と、もう1つは血液の腫瘍ですね、白血病とかリンパ腫とか、そういうものがありますが、この漢字で書くがんというのは大体、塊になる、これ、えーえー、大腸がん、胃がん、肺がん、そういう塊のがんですね、それは取らないと治らないです。 根こそぎ取ってくるもう目に見えるものはちゃんと取ってくるということがこれがまずがんの治療の第一歩なんですねそれからもう一つ重要なあ手術の役割がありましてこれは先ほど申し上げた血行性転移腹膜播腫リンパ抗生転移のリンパ節に転移をするという,うがんの性格があります 例えばですね、えー、これは大腸がんの進行の仕方なんですが、えー 大腸の壁っていうのは、こういうふうに何層かの構造になってい、一番内側、これは腸の壁の内側ですね、粘膜。次は粘膜、下層。次が筋肉の層で筋層。小膜、膜。小膜という膜に覆われています。そこで、大腸がん一番最初にこのポリープとか、まあ最初から癌の形もありますけど、この内側の粘膜というところからできるんですね。そしてだんだん深く大きくなっていくんですが、この、 粘膜ににあるうちは絶対に転移しとい,いうことはいわゆる皆さんよくご存知の内視鏡というのを、えー、お尻から入れたり胃がんでしたらお口から入れてこいつをきれいに切り取ることですねそうするともう100%治るんですねそのだからこの粘膜にあるうちに転移をしないうちに 取ってしまえば、皆さんよくご存知の内視鏡で治療が貫通できるわけですが、さらに深く行きますと、例えば大腸癌ですと10%ぐらいの確率でもうリンパ節に転移してしまうんですね。もっと深く行くと、筋肉の層まで癌が,が深く入り込むと、 25%ぐらいい転転移移ししてしまいますリンパ節に転移してもっと深くいくと30、30%以上、もうすでにリンパ節に転移をしているんです、じゃあ、どういう範囲でリンパ節に転移をするかと言いますと、例えばこういう、これ大腸、1メートル60センチの大腸の一部にがんができました、そうしますと、この所属リンパ節と一番最初にまずこういうところに転移をしていくんですね、こ,うこの、ここら辺にリンパ節があると思ってください。と こことここまではリンパ節転移したけど、次のリンパ節には転移をしてないぞということになれば、手術の原則としては、こういう範囲で取ってしまえば、先ほどの根こそぎ取るということに合致するわけですね。なわち、ある一定の範囲で、え、ガを取り除こう。予防的に取れるものを取っておこうと。え、これが,が、癌の、 治療の原則になります,すなわち完全に病巣を切除することと転移をするかもしれないリンパ節をきれいに取るこれを、えー、我々の用語で覚醒というんですがきれいに取り除くということそして取っただけではこれはお家に帰れませんから、えー、切り取ったものを再建して何とかついつまを合わせるわけですね腸だったら縫い直す。 つなぎ直すとかっていうことが、えー、この3つががんの手術の原則になりますいいですか今日お話しするのはこれらのことを内視鏡というカメラを使って従来はお腹を開けてやっていた治療をやることなんですねで、えー、一歩進んで、えー、お口やお尻の穴からあのカメラを入れて転用してないような もう本当に表層にあるがんを取るんではなくてちゃんと今まで回復でやられてたもしくは開凶胸を開けてやってたような手術を、えー、お腹から入れたカメラで手術をするということで,で、えー、これが一般的な回復手術ですねこれがあカメラを入れて、えー、手術をしてる現場でもですけども、えー、回復手術じゃあ、えー、どこが問題かとなんで内視鏡で手術をしなければいけない まずですね。回復手術とお腹開けるんですよ。えー、s 状結腸癌とかです。と、このぐらいのお腹開けますね、えー、胃がんですと、もう少し上の方でこのぐらいだいたい30センチ40センチ開けます。傷が大きいですよ。傷が大きいとどうですか？痛いですよね。当たり前ですけど、痛いと体を動かすの嫌ですね。手術後と理想ができない。なかなか、えー、そうしますと動かないと。 歩くことがが一番腸腸のの刺激にななるんです、ね、で,腸が動かないですすね動かいお腹の手術それから肺,ですと肺の手術ですと、えー、体を動かさないと痰を出しにくいから術後に痰が残って肺炎になったりしますねこのようにそういうことが起きるわけですねで食事の再開が遅れれば栄養が取れないし腸が動きにくければ動かない腸はくっついちゃいますから癒着が起きるんです。 で退院が長引いて、回復手術ですと、やはり退院が長いということになります、その上、えくっつきますと腸閉塞の危険があるという、まあ、いろいろ問題があります、それを克服するために何をしたかという、これ、えー、1992年6月9日の写真なんですが、これあの、えー、日本で最初に大腸がんに腹腔鏡の手術を導入したときの記念撮影なんですが、えー それを私が一番最初にやった時普通回復でやると大体1時間半から2時間ぐらいで終わるだろうという手術が45時間かかってやったんですね5時間ぐらいかかってやった。でもこんな手術嫌だと思ったんですが次の日78歳の男性だったんですがもう平気でお茶を飲んで新聞を読んで歩いてで5日後に退院をしていって数時間の我々の努力で。 回復手術は時間がかかるでもその努力でその患者さんがいかに元気に早く退院できるかということを目の当たりにしてこの手術を続けようと思った瞬間でありましたで、えー、内視鏡の手術というのは一般にお腹の手術ですね子宮を取ったり卵巣を取ったり腸を取ったりする場合はお腹という一つの閉鎖した空間にカメラを入れましてねでここに炭酸ガスを を入れてお腹をこうドーム状に膨らませるんですね札幌ドームとか東京ドームそうすると上から入ったカメラで全体を見ながら手術器具を挿して手術をするえですからお腹に入れるから腹空腔鏡と言いますで胸にですね肺の手術なんかは胸にカメラを入れますですからこれは胸腔に入れるというので胸空腔鏡と言ってどちらも内視鏡手術のでございますで内視鏡手術増えてます 今お話したように非常に患者さんが楽だから内視鏡手術増えているわけですが、えー、実際の画像をご紹介します、これおへそに穴を開けてこれ12ミリの穴でございますでそこにカメラを入れて5ミリとか今では2.2ミリの機械をお腹に挿してこのようにお腹の中で手術をしますで食後の方もいらっしゃるかと思いますけれどもこれだったら十分見てられますよね。 大体内視鏡の手術で、えー、出血するとしても健康診断で採血するのと同じ程度の出血でございますで腸を取って今のように腸を取り出してつな、えー、ぎ直しても大体3センチから大,大きくても5センチぐらいの傷でございますで今はここら辺が 2,、えー、そうです2ミリぐらいの傷でこれ5ミリなんですがここが1 2ミリの傷ということになります で例えば大腸を全部取るというような手術もやります、右の下の穴から、これ大腸全部ですねで、切り取って、あとは肛門と小腸をつないでおけばいいわけでございまして、これをやろうとしますとです、ね、でみぞおちからち骨の上まで傷が今まで必要だったわけですけれども、実際にはこういう傷で、この患者さんは終わっております。 すなわち内視鏡外科の利点というのは何かというと傷が小さい腸や肺を空気にさらさないそして痛みが少ない痛みが少ない上に傷も残らないそれから拡大して見えるんですねこうやって神経を、えー、もうよーく同定しながらこの神経切っちゃいけませんこのリンパ管は切った方がいいですこの神経は切っても大丈夫ですよく見えるんですね。 みんなで拡大してて一緒に見て手術をする。精密な手術ができます。精密な手術ができると手術後の障害が機能の障害神経大事な神経を残しますので機能の障害が少ないということになりますね。それから超前ん動の回復が早いので食事が早く始められるし早く始められて早く帰れれ社会復帰が早い。 そして、えー、腸が癒着しにくいので手術をしたために腸閉塞で、えー、悩んでいる方は日本中にたくさんおられますがあそういうことが激減しております激減しておりますね本当に。でじゃあどういう領域でこの内視鏡外科が行われているかというとこれは内視鏡外科学会の調査で、えー、分かったことですけれどもこれも年々 90年から胆石症に対して胆の摘的手術内視鏡的な胆の摘的手術が行われてからずっと右肩上がりに増えてるんですねそしていろんな領域一番増えている多いのが腹部外科領域ですねお腹の手術ですねそれからあその他には呼吸器外科領域ですねやはり病気が多いということですねで最近増えているのは泌、えー、尿器科や産婦人科の領域でも増えております じゃあ、がんに対してはどうかというのを調べてみました。まず腹部外科領域、こうやって増えてますね、じゃあ、部外科といっても、どんな臓器をこの内視鏡でやられてるのか、えー、皆さん、例えば、膵臓ってどこですかとか、肝臓ってどこですかとか言われても、すぐには分かりませんよね、ですから、この絵を用いて、どういうものにやられてるか、まず胃の早期がんには、ずいぶんやられるようになりましたね。 それでも胃の早期がんのうち日本中でやられ、あの内視鏡外科がやられてる施設、導入されてる施設っていうのはまだ十数パーセントと言われております。そして胃がんの場合は早期がんに限って行われていまして、その実際に今まで回復手術をした、まあ、データがあるわけですね。その回復手術とこの腹腔鏡。 内視鏡外科とちゃんと同じように治るのかということを今臨床試験が行われていますで最も数多くやられているのはおそらく年間2万件ぐらいこの内視鏡外科が行われているのが大腸がんでございますで大腸がんに関しましてはアメリカイギリスそれからオランダ、えー、スペインそして日本で、えー、臨床試験なちもうランダムに来た患者さんを 回復手術とそれから内視鏡外科です、ね、腹腔鏡下手術と分けてそして5年間追跡して生存率が変わらないか変な再発がないかということを全部調べ上げるわけですねで今までの回復手術と同等であるという、えー、研究これを臨床研究というんですがそれが大腸がんでは これらの国で行われまして、えー、ほぼ同等、もしくは内視鏡外科の方がいいというデータがあ,ーあります、日本からももうすぐ出ます、えー、そうしますと、日本の大腸がんの外科の治療成績は世界一なんですね、でそれの回復手術よりもさらにいい可能性があ今あ、示唆されております。で昨年から肝臓がん もしくは転移性の肝がんに対してもやられるようになりましたしそれから食道がんに対しても一部の施設で早期の食道がんに対しても胸腔強化手術が行われる食道がんの手術というのは胸も大きく開けますお腹も開けます首も切りますそれらの傷をうんと小さくしますと患者さんの立ち上がりがものすごくいいんですねですから大きな手術であればあるほど内視鏡外科が威力を発揮する で最近では膵臓のがんに対しても一部やられるようになりましたそれからどうでしょう産婦人科領域はまだ少ないです産婦人科領域増えてますけれどもこれらはほとんど良性のものです産婦人科っていいますと子宮がんとか卵巣がんですけれどもまだ一般的ではないんですがこれからだんだん増えてくると思われますそれから呼吸器外科領域これはさまざまな施設ですで、えー、に 行われておりますこれも呼吸器外科領域このように増えていますが多くは非常に早期の肺がんに対して胸腔鏡化手術が始められたところでありますで泌尿器科領域は特にこの前立腺に対する内視鏡外科、えー、現在ロボットの導入が進められてますけれどもこのロボット手術が前立腺がんでは威力を発揮します。腎臓の手術にも 内視鏡外科がやられるようになりますで乳腺の手術、甲状腺の手術甲状腺ここですね首にも内視鏡外科が導入されている施設がございますじゃあそんなに進行したがんですね例えばリンパ節に転移がしてるかもしれないような癌に対しても行われている、えー、大腸がんに対する腹空腹化手術どのぐらい普及しているのかというとまだ 2009年の読売新聞の調べで30%それが2010年でやや増えて35%ぐらいですね全国のでやられてるところを見ますと北海道はラッキーなことにですね 結構40%以上の施設で内視鏡外科が導入されておりますまだ導入が遅れている件もありますので我々内視鏡外科学会もしくは副教科大腸製造研究会等ではこの手術の安全な普及に努めている最中でありますしかしながら内視鏡外科というのはカメラで見ますから細かいところはよく見えるけども全体像の把握は難しいし物を触れない臓器を触れないというか食感がない か一たび出血すると、手術の進行は難しくなるとか、二次元操作ですから、奥行きが乏しいから、あの技術を習得するのが大変だとか、指導医がまだまだ足りないといろんな問題がございます。すべてのがんに、じゃ内視鏡外科が可能かというと、これはもう、えー、もちろん難しいがんがあります。特に、大きくながん。これ、内視鏡ではもう手に負えません。広がったがん。これも一緒に。 いろんな臓器を一緒に取らなきゃいけないような癌では内視鏡外科は難しい。それから、ひどい癒着があったり、全身麻酔が行われないような方には、全身麻酔ができないような方には、内視鏡外科はまだまだ難しいと言わざるを得ません。そういう内視鏡外科のを進歩をさせるため。 それからいろんながんにも適応できるようにするために例えば指導医が足りないですから回復手術の場合は一人一人こうやって指導していったんですが内視鏡外科の場合画面を見ながら指導することもできるしさらに進んでその画像を別のところに飛ばして例えば北海道でやってる手術を東京に画像を飛ばしていただいて東京からこういうふうに手術を指導することができる。すなわち遠隔手術指導が この手術はできるという特徴がありますしこれがだんだん普及してきておりますもう一つは手術ロボットですねこの患者さんのところの体内に機械を挿入してそして離れたところで3次元画像を見ながら手術をします手首よりももっと自由自在に動いてそれから拡大できますので やっぱこういうふうにお腹にこう器具を差し込んでさらにロボットの機材を入れまして手術を始めるわけですね、えー、このように、えー、手が自由に動くんですねこれ実は韓国の画像なんです、えー、四星大学には5台のこのもうすでに機械が導入されてる時代に私見て感動したわけです、えー、日本も今普及してまして、えー、韓国の倍ぐらい来年 にこの機械が入る予測されております拡大してみますから細い血管でもそれから遠くにあるものでも二次元では難しいものを簡単に縫ったり切ったり貼ったりすることができてそれから人間の 手って触れるんですねそれを同期させてあの触れないようにしちゃうだからさらに精緻な手術ができるいろんなあ利点があ,ありますただし機械はあ2億円以上しますし、えー、それから保険が通ったのは前立腺癌だけですので、えー、他は全部自費診療になりますまだ,まだいろんな問題がございますそれからあ触覚センサーなんかも今まで感覚がわからなかったものをし え触れることをこうコンピューターで制御してえ感触として手に伝えるという研究もされてますし2次元をもうすでにこのようにですね3次元のテレビと同じようにですねえ画像を3次元化して見るということも実際に行われるようになりました。このようにですね 内視鏡外科とはいろんながんの患者さんを含めましていろんな疾患の患者さんに対して、えー、優しい手術として体に優しい手術として普及し始めて、えー、おります、えー、カメラが良くなって機械が良くなってロボットが導入されて、えー 再建の機械ができてとていう、そういう科学技術の進歩と、我々の技術が相まって、ですねさらに患者さんに優しいがんの治療が可能になる時代になってきたということをメッセージとしてお伝えしたいと思います。ごご聴ありがとうございました